ビリジンはグライクレイディアムバイロンスの抗菌生態者物で1945年に初めて報告された。フラノステロイドの一つで、旧電子のフランカンが C-4 位と C-6 位の間でステロイド骨格に融合した構造を持つ。ウォルトマニンを含むビリジン類は、パイサンキナーゼの不可逆的共有結合阻害剤になり得ることが知られている。 ビリジンの完全な生合成経路については分かっていない。2から 14C メバロン酸ラベル研究により、ビリジンはジテルペノイド経路ではなく、スクアレンを出発物質とするトリテルペノイド経路により、ラノステロールを減ることが報告されている。ラノステロールからビリジンへの残りの段階の気候や順番は分かっていないが、フランカンの形成 C-13 及び、 C-14E のメチル元の除去、C 間の方向属化、即差の除去、A 間の酸化等の段階がある。これらの段階のうちいくつかは、他のステロイドの経路のアナログである。C-14E のメチル基状去の際の C-15E の水素原子の離脱は、他のステロイド合性合成と似た経路であることを示唆している。コレステロールの経路と同様であれば、 C-14E のメチル元は、ステロール -14 デメチラーゼの作用により、犠酸として除去される。C-13E のメチル元は、アルドステロンの経路では除去されないが、C-18E が参加された後、犠酸の離脱化脱炭酸が起こることによって C-13E のメチル元が除去される。即差は、アンドロステネジオン経路をたどり、参加されて、 作酸として除去され、D 環上にケトンを形成する。フランカンの C-4 位、e、の余分な炭素原子は、メバロン酸の3位、e、に由来し、ラノステロールの C-4β メチル元に相当する。C-4α メチル元の酸化と脱炭酸は、通常の哺乳類のステロイド経路と同一であるが、他のメチル元を除去するためにこの段階を繰り返すのではなく、 二つ目の酸化されたメチル元は未知の気候によりフランカンの形成を妨害されているようである。シカンの方向属化は骨格の転移を伴わずに進行することが示されている。グライクレイディアムデラックウェイソンズによるビリジンの 3β 大還元型であるビリジオール性合成の際にはスクアレン、ラノステロール、 デヒドルキシュデメトキシビリジン、デメトキシビリジンを減ることが報告されている。このことは C-1 と C-2 の隣接位置の酸素化が水素化を伴う独立の段階であることを示している。C-14 位メチル元の除去即差の酸化除去、C-4 位メチル元の除去。ありがとうございます。